やっぱりこの人類のシフト、人類の進化につながるようなサポートの方は、ガイドはよく提供するので、あくまでスピリチュアル的な成長。新しい時代には、この、いわゆるスターファミリーというかね、ET、ガイドっていうのが、すごくいいんじゃないかっていうね。一番これがいいよ。これをやったら、ものすごくサポートが受けられますよっていう、本当にワンポイントだけもう一回、せっかくのそのサポートはもう我々の一つの、約束されたもので、もうある種の財産となってますから、どんどんそれを活用していただいてほしいですよね。はい、始まりました。スターシードチャンネルということで、よしです。今日はですね、スペシャルゲストにお越しいただいております。上森さゆみさん、お願いします。いつもありがとうございます。よしさん、お久しぶりですね。ありがとう。はい。前回はようやく、オフィスでお邪魔させていただいてね、すごく楽しい。こちらね。ありがとうございました。はい。ね、ちょっとグレちゃんとね、お呼びしていきますけども。はい。今日のね、実はテーマなんですけども、ET ガイドにサポートをもらおうということで、実はね、スターシードですからね、私たちね。で、スターシードといえば、やっぱり宇宙のね、存在から、サポートをもらっちゃえるんじゃないか、ということで、その辺をね、実は、今回いろいろとお聞きしていこうと思うんですけども、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。嬉しいですね。はい。すごく大事なテーマで、皆さんやっぱり、本当に、世界をね、マクロスケールの世界の状況もどんどん変わりつつあるし、で、それからその変わってる、地球の事情では、現状では、自分個人としては、どういうふうに進め続けるか、どういうふうに、人生を変えるなのか、みんな多分、たくさんの方は迷ってると思いますね。なので、その中で、やっぱり、これから、アセンションの上昇が続きながら、高次元からの先取りに、いろんなヒントか情報、サポート、実際に獲得することも我々の自由でもあるし、そのスターシードは、いつでも、覚えられるスキルであること、結構、数年前からね、知って、それで、今回ね、たくさんの人にやっと広めるタイミングになったんですね。で、やっぱり、こういう当然、ヨシさんの方の実現力にもつながるけども、他力本願的の、神にお願いすることだけじゃなくて、あるいはその、個人的の、今の三次元の事情をただ単に良くするだけじゃなくて、やっぱり、この人類のシフト、人類の進化につながるようなサポートの方は、ガイドはよく提供するので、あくまでスピリチュアル的な成長をはじめに、彼ら、その高度の次元のサポート、どんどん差し伸べる流れを乗ることできます。そしてね、ガイドといえばね、よくね、アセンテッドマスターとかね、そういったガイドっていうのが結構今まで、よく言われてきました。天使とかね。でも今からどうもね、スターシード特に新しい時代には、この、いわゆるスターファミリーというかね、ET、ガイドっていうのがすごくいいんじゃないかっていうね、ことなんで、その辺ちょっと教えてもらっていいですか。はい、ありがとうございます。すごく本当に今回、今までね、守護霊とか、その天からのサポートとか、先祖様のサポート、皆さん非常にこの複雑な地球の生活ではもう心強い、ためになるような存在たちだったと思うし、で、しかし、正直、それは、今まで、多分多くの方は今までのステージまでには、ちょっとぼんやりした感覚ね。ミラクルとか、大事な、大変な交通事故の前に、天使が現れたとか、赤ちゃんがプールに落として、急に救われたとか、そういう、もう、ミラクル的な実例が、数十件も多分世界中にあるんだけども、場合によって映像でもね、カメラで撮られてるね、現象的なイズムも残ってるんだけども、実際に本当に日常生活、関心レベルそんなに高くない一般人がそのサポートを決してアクセスしてる方にはもうパーセンテージがもしかして低いかもしれないね、実は。なので今回ET コンタクトね、CE5 とかその野外の宇宙コンタクトのおかげで、もう目で見えない世界はもう宇宙船の存在とか宇宙船の現象を通じて、もう革新的にある。もうその、この世の中では、この世のものではないものがもう目の前に現れていることによって、そんな見えない世界があるというふうに今確認してますよね。それでありがたいことに、どんどんその乗り組みですね、銀河ファミリーとか、いろんな我々が今馴染んでいる ET グループですね。その辺の存在たちはなんと、ただ単の美しい宇宙船の飛来のパフォーマンスだけじゃなくて、実際にスターシードの、いろんな約束とか、いろんな本当に身近な関係を持つことを、後々分かって、で、最後のピースは、やっぱり、ところが彼らが望んでいることは、もちろん地球全体の調和とか、そういう、我々がね、宇宙人化していく社会が生まれるんだけども、そのために、やっぱり個人個人の、幸せとか、個人個人のそのスピリチュアル進化を、尽くす、行動は彼らはしますね。なので、ある意味で、今までの宗教的な意識では、菩薩的な存在、菩薩様のような、ポジションに立っている部分もあるんだけども、ところが誰でも、実際にそれをアクセスできる、ことまでも、今回、How to も生まれてますね、今年ね。はい。ね、今回ね、この、スターファミリーと出会うっていうね、今回出ました。じゃじゃーん。じゃじゃーん。僕もね、これ読ませてもらって素晴らしい、ね、内容で。こう、例えばね、こう冒頭にはね、こういった、いわゆるスターファミリーのね、シーウツのバックとかね、エタとかね、こう出てくるんですけど、なんかすごくね、面白いなと思って、僕知らない、ね、こういう、こういうサポートがあるんだなと思って、例えばシリウスはね、ちなみにこのシリウスのこれ、バックってこれ、僕エジプトにこの前行ったんだけど、はい、すごい。セクメトですか？セクメトに似てますね。そうそう。おしゃる通り、おしゃる通り。もう、獅子族の。同じか。そう、全く同じで。獅子族はもう、今よく地球の文献に今残されてるのは、セクメトとか、エジプトの、歴史では、古代史では、一番わかりやすい例ですね。はい。で、はい。この、あれですよね、こう、直にシリウスのバックとかも、サポートが入ってくるってことですか？そうですね。彼らが、種族とか、今、ちなみに、セクメント、今回の訪問で購入してあるんですか？こうやってたまたまそうなんですよ。向こうでね。僕、すごいすごい。僕の、セクメントの、ものが最近壊れてしまって、悪いことして。僕も獅子族との縁がかなり深いんですが、それ素敵ですね。素晴らしい現地の。どうもエネルギー感じるんですよね。はい。もうとてつもないパワフルな獅子族ですね。はい。そう、彼らは、スピリチュアルの英知とか、地球に、転写したときに、やっぱりそういう、歪曲しないように、スピリチュアルの形を、型を作るサポートしてきてる役割もあるし、あと特に守り神ね、インドの今度、秋葉さんが住んでるインドの、文化では、ナルシュリンガっていうね、呼び方で、神様を守る用心棒、ボディーガードですね。で、ライオンの獅子神、すごいインドにも出てますので、すごくやっぱり人を守る、すごく優しい性質もあるし、とてもパワフルな、存在たちですね。はい。そしてですね、アルクトゥルスの人もいるし、このね、インナーアースの、こういうのもあるんですね。はい。そうですね。今回実は、今回のガイドの登場の経緯が、私が一番最初、本当にそもそも ET コンタクトのスイッチが入ったパワースポットのマウントアダムズね、アメリカのアダムズ山ですけども、そこの山もシャスタ山と同様に、地球の内部のゲートが入り口がありますので、なので結局自然に同じその霊山の周囲にコンタクトしている人々がET と別にいろんなその妖精だったりまたこの地底の文明とかの交流もあるし、それとも先ほどのもう一つのページでビッグフットね、もう一つ別のタイムラインに進化してた人類のビッグフット族も出入りしてますから、その辺も今回オールスターキャスト登場していただいてます。そうですね、ビッグフットはね、なかなかこうサポートしてくれてるなんて思ってなかったんですけど、面白いですよね。今回、そう、大体日本人の場合はですね、ネイティブアメリカンとの結構、日本、今までの人類の歴史では、やっぱりビッグフットは結構北、米大陸にも、縁が一番深いとも思いますけど、何回かうちのコンタクトワークも日本でも感じたことあるし、それともやっぱり、日本人ので、ネイティブアメリカンの前世が多い方が、ネイティブアメリカンとの親近感、あるいはその南米の、あるいはイヌイットとか、アラスカとか、ロシアの辺の、ネイティブの前線を使った方でもしかしてビッグフットにもつながりやすいかもしれない。でも、しかし、今回ですね、ポイントが、最近、本当に、またヨシさんたちのおかげで、いろんな人たちが、私は何々星人ね、この、魂の宇宙のルーツね、意識していることになってますので、その中で、一つの私たちこの本で言いたかったことは、そこの私は絶対この聖人だよっていう前世でね、その経験があるとしても、完全となるスターシーでは、いろんなグループとの対応できる、いろんなグループのエネルギーを感知するスキルは磨いた方が、磨いてたら、いい。っていう、磨く方法を今回ね、出したんです。ね、この中にもね、あるように、いろいろね、ちょっとポイントで僕はちょっと、例えばこれ、アセンション時代の罠っていうのがあって、例えば4次元っていうアストラル界の低層、中層、上層の3層に分かれていて、人間の波動が最もつながりやすいのが低層アストラル。で、結構ね、そこでこう、なかなか変な感じのとつながっちゃうこともある人もいるよ、みたいなね、ことがあって、これはなかなか、ね、それはちょっと、すごいなと、面白いというかね、興味深いところですけど、ここはどういう感じなんでしょうね。そうですね、ありがとう。そう、この世の本出して、あるいはその我々の思想では、誰でも個人コンタクトできるよっていう言いながら、やっぱり一つだけの注意点、あるいはその、意識しなければならない部分が、その、三次元、今までの三次元、我々の物質空間と、その、コーザル界、つまり、本当の5次元以降のラインに超えるために、つながるために、4次元の通路、取らなければならないんで、で、本当は、ガイドも波動を下げて、人間に近いところまで、手を差し伸べしてくれてますけども、我々側も、やっぱりこう、クリアな状態に作っていくほど、整えていくほど、確実なコンタクトができる。なので、やってみたけど感じませんでしたっていう、もちろん、今までね、ガイドとか、チャンネリングをしてみたとか、ET コンタクトしてみたけど、ちょっとなかなか分からなかったっていう、その理由が、やっぱりまだそのパイプがしっかり自分では開けてないので、そのために、今回の本はやっぱりその、クリーリングとか、清め作業の大切さもたっぷりね、準備ワークにも入ってますので、確信できるような、あと安全な、そのコンタクトの部分も、全部含まれてます。なので、結局、神社たくさん回る方には、いずれどっかで、あれっていう体験をしてるんだろうし、今までのたくさん皆さんの神頼りの古いとか重たい念も拾ってしまったこともあるだろうし、それとも、あんまりよろしくない、狐的存在とかそういう、動物類的な存在も、皆さん絶対日本でもね、わかる話ですから、そういう、そのような性質の、そのような個性とか持つ存在たちも、そもそも4次元です。その霊的存在であることをはっきり言いたかったので。で、今回のやっぱりスターシールは、それを乗り越えて、直接、その宇宙的、高次元レベルにつながりましょうよっていう、今回本当に本のエッセンスですね。はい。ちょっとね、具体的にね、これワークを今これ動画を見ながらできてはなと思ったんですけど、まずこれ準備ワークでね、このワークなんか最初にやったらいいですよね。はい。そうそうそう。だから、イメージで言うと、まずは、この開く、ポータルを開いていく。これは、こういう感じですね。こういう向きですね。エネルギーは。はい。時の半回りですね。はい。はい、開く。蛇口を。時の半回りで蛇口開く。開く方で上からこう、こんな風に開かれるようにイメージして、はい、セッションフィールドを開くってやつですね。はい。これまずやると。イメージは。なんかポイントありますかこれは。そう、やっぱりじゃあポイントですね。そう、この間最近この関連のイベントに、すごい降りた感じで、3つの、部位がありますね。この3つ、この全てのガイドのコンタクトは、やっぱり部屋の中ですので、一見便利でありつつ、ちょっと自分がいる空間を新たに少し考え直す必要がありますので、3つの部位があります。3つのパートが。で、それはご本人のエネルギーフィールド。で、今回そのセッションフィールドと呼ばれているのはどっちかっていうと、この空間、空間の受け皿。で、最後の3つ目のピースが、その受け皿に外部から入る刺激。つまり ET のエネルギーとか、その ET たちが、宇宙船からテクノロジーを使って自分の存在も部屋の中に投影する場合もあるし、プロジェクションして、CG プロジェクションみたいに入ってくる時もあるし、なのでその辺の3つのパート、本人の、実際の本人独自のオーラと、そのニュートラルであるはずの空間と、あと最後、その別の存在として存在している、ガイド ET ファミリーが導入していく、流れですね。なので、そこら辺も、で、それをこう、一つの準備ワークとか、セッションの、整えるためのしきたりとして、スタートと、オープニングとエンディングを、こう、意識するための準備ワークですね。はい。セッションフィールド、開き閉じワークです。はい。で、また映画ザ・マトリックスみたいに、人間の想念を、やっぱり4次元で物になってますよね。ネオとモーフィアスとネオが、意識のトレーニングする、すごい場面ありますね。なんか、日本の空手道場に入ったり、なんか、少年がものだよっていう、ネオがトレーニングを受けてるシーンに、同じように、やっぱりちょっとしたイメージングするだけで、かなりその外部を、我々に近づきやすいので、これはすごい大きなポイントだと思います。ものすごく、ちょっとこうね、今このピンポイントで、せっかくなんで見てもらってる方にね、やってもらいたいっていう、ちょっと無理やりなことをね、言ってますけど。本当に開くよ。まず、ポータル、まず、さっき開きました。準備できました。はい。具体的にこれ、じゃあ、つながる。ワンポイント何か。そう、ワンポイント。じゃあ、それで今度、よさ、さっきの、口絵に戻っていただいて、はい。で、見つめてください。一番本の簡単な使い方は、それぞれのガイドをちょっと、20秒ぐらい見つめてください。で、その中で、ちょっと反応、何かのリスポンスを感じられてください。じゃあ、例えば、ちょっとね、せっかく今、今日はこれ、セグメントが多かったシリウス。結構、シリウスが来てると思うね。はい。やってみましょうか。ヨシさんがエネルギーを持って帰ってね、エジプトから。はい。せっかくなんで、この。おー、来ますよ。もう、ボートつながるね。もう、そうそう。本当に、つながるっていうのは、イメージは皆さん、これ、見てる人はどうやればいいんですか？ですね、ET ガイド、実際に背後霊ですね、後ろに立てるような、CS と獅子族もものすごい身長高いね、僕の倍ぐらいですね、グレちゃんの倍ぐらいですんで、4メートルとか、なので、後ろにすごい気配、もしかして感じるとか、この非常に安心感は、シリウスの場合は、とても、獣って言っても失礼ですけど、暖かい、なんかそのなんていう、暖かさがすごい伝わる愛情とか、その慈悲、すごい伝わりますね。はい。なので、本当にこういうふうに、口絵と今の、オブジェクトが漁師さんが持ってるだけではすごいまた、今なんかパワーに流れますね。はい。じゃあ皆さんは、まずはこう見ながらイメージをして、今守られているようなイメージをすればいいですかね。はい。後ろにこうガイド実際に立って、こう、本当に肩に手を置くこともありますね。実際に。でももちろんそれはもう本人の同意も必要だろうし、体験したいですねっていう、皆さん意識してくれればいいけども、すごくどんどん本当にもうすごい近いところまで、来ますね。はい。そして何か、具体的に何かをお願いしたりとかするんでしょうかね。その時ね、もう最後にご挨拶ね。まずはつながること、もうひとまずつながること自体が、人によって時間かかりますから、今日も、来てくれてありがとう。なので、その感謝のお礼ですね。もう、今回は感じたかもねっていう、本当にありがとう。サポートを引き続きお願いしますっていう、もうすごい簡単な挨拶だけでも十分ですね、最初。はい。それからまた、もっと高度のコラボレーションになると、このプロジェクトの実現に、ちょっとぜひ勧誘してほしいとか、一時的なサポートを、お願いしますなり、見せる、もっと、3次元にその、サポートを見せてほしいとか、そういう、どんどん依頼してもいいですね。なるほど、なるほど。はい。じゃあ具体的にそれを、まずつながってから、こう、お願いしたりとか、ね、そういうのもどんどんやっていっていいってことですね。そうですね。あるいはそうです、そうです。あと NG ワークね。やっぱりこう、その場で、何かのダウンロードとか受けるとか、私に今、手放するパターンとか、何かのブロックがあれば、お手伝いお願いします。で、そうすると本人の同意になるから、その場で、ガイド、何かの工夫とか、何かのちょっと軽い NG ワークをしてくれるかもしれないですね。ねえ。やっぱりこの今からは、あれですね、僕たちはこのね、本にもありました、宇宙の、地球クルーとして、ね。地上特派員としてね。今ね、いろんな世界が動いている中で、新しい、地球をね、作っていくっていうことなんですけど、このね、サポートがあるとね、ちょっと、かなりの安心感ありますよね。はい、はい。そうすると対等に、やっぱり、ね、それはまた、とっても大事な皆さんがあんまり意識しないピースで、本当にガイドとの対等の付き合い、我々地上にこの勇気を持った魂として、この難しい地球に追われて、ガイドの尊敬逆にすごい受けてるので、その意味で彼らも本当にスタンバイして、いますね。なので、せっかくのそのサポートはもう、我々の一つの、約束されたもので、ある種の財産となってますから、どんどんそれを活用していただいてほしいですね、みんなね。じゃあ、あとね、最後に皆さんがね、もう一つ、これをやった、一番これがいいよ、これをやったらものすごくサポートが受けられますよっていう、本当にワンポイントだけもう一回。あと、やっぱり、ポイントですね。名前あります。はい。名前。今回、アダムズ山、EC ってね、私の先輩のギリダンさんたちの、ET ガイドとつながるセッションで何年も訓練して、それで、やっぱりその一番、言霊の名前、ガイドの名前が、あると、本当に、例えばシリウスのもう何千人、何万人の ET 文明の中の、中の一人はお呼びできるから、その、指定できる、ワードがすごく大事ね。なので、その名前までも書いてることはかなり今回大きいですね。今回、あれですね、先ほどシリウスの、だとバックっていうお名前ですね。はい、はい。これはお名前をちょっと実際に女性の方です。イメージしてゆったりした方がいいと。そうです、そうですね。それはもう、シリウスにご縁感じる方は、ぜひ、バックさんもなんか紙に書くとか、何かの、グラフィック作って待ち受けにするとか、それを本当にどんどんつながります。いや、ありがとうございます。ね、なんか今までの読者のコメント、読者さんたちからいただいているコメントにも、本当に毎日、いろんなガイドの、感謝を言ってるだけでも、どんどん気流が、乗っていくっていう話も聞きましたし、はい。まずはシンプルからスタートすればいい。なるほどですね。いや、本当にね、今回ね、ちょうどね、私の方もそうなんですけど、はい、ちょうど同じタイミングでですね。すごいですね。おめでとうございます。出版させていただきましたから、よかったらね、一緒に見ていただければと思うんですけど、そして、まさにこうね、スターファミリー、宇宙のクリエイターという、ね、この、そしてこの、あ、そうだ、ちょうどね、この10月の30日にはですね、一応この出版記念の、かなり600人ぐらい来るかもしれないですね。もうとんでもない人数になってきましたので、グーちゃんもしかね、よかったら、ちらっと行きたいと思いますけども、ぜひね、またこう見ていただいている方もね、ちょっと概要欄見ていただいて、もし来れる方は、この来て、無料でね、このご招待枠がありますのでね、来てくださいということです。すごく、はい、すごく関連性ありますね。二つの本の関連性も実はあって。そうですね、今ね、実は、すごいタイミングなんでしょうね。おそらく。このなんでこのタイミングなんだろうっていう意味で、本当に意味があるんじゃないかと思うんですよね。はい。僕の方も2年ぐらいずれてしまって、すごく、ようやく出たんで、はい、なんかすごく、調整されたね、って感じます。ねではね、また、ちょっとグレンちゃんね、グレンちゃんの方の YouTube でも、ちょっとね、お話しさせていただきますし、はい、またね、はい、別のお話もね、ぜひ、していただければと思います。はい、ということで、今回もありがとうございました。はい、ございました。またお願いします。ありがとうございました。ではでは、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、失礼します。ありがとうございました。どうもどうも。集まれ、星の子たち。スターシードオンラインサロンキラ。とはいえ、みんな来てキラ。